こんにちは、粟田洋介です。今日のビデオでは最近私が描いた絵のお話をしたいと思います。シンプルなスケッチブックに描いた絵のアイデアをもとにキャンバスに絵を描いてみたんですが、ちょっと前に作ったビデオのシリーズでデイリードローイングっていうのがあったんですけど、これ第1日目の絵で、デイリードローイングを作った理由なんですが、何を描いたらいいんだろうって思ってらっしゃる方のために、モチーフっていうのは私たちの日常の周りにいっぱいあって、それを実際描いてみるっていう感じでやってたんですけど、これは朝ごはんの卵焼きで、朝ごはんの目玉焼きの絵を描いて、そこからイメージを膨らませていったって感じの絵で、10分ぐらいでさらっと描いたもので、使った画材も画材っていうかボールペンとか蛍光ペン、マーカーですね、あとは筆ペン、これらのペンっていいんですけど、絵の具で描けばクオリティが何倍も良くなるんじゃないかなって思って、アクリル絵の具とキャンバスを使って描こうって思ったんですけど、なんか全然違うものになってしまいました。卵とフライパンらしきものと、あと鳥がいてとか、共通点もあるんですけど、同じようなアイデアにしようと思ったらなんか描けなくなってきちゃって、でパッて、あーダメだ、いや違うなと思って、これを見るのやめて新しい絵を描こうと思ったんですね。でもまあこれ卵の絵とかなんとかっていうのを描くってことで、で変えちゃったんですけど、私はあんまり計画性っていうのがなくて、ちょっとそれが短所でもあって、だからといってどんな状況でもどんなことに対しても計画を立てなければならないとは思ってなくて、次々に新しいことをポンポンポンって発見できるっていうか、思いつくっていうかいうことなので、まあ、計画立てられる人も新しいことを思いつく人もいらっしゃると思うんで、そうは言い切りませんけど、まあ、計画立てれる人の絵の描き方っていうのも素晴らしい絵を描けると思うんですけど、私の場合は計画を立てれないこともちょっと長所になるんじゃないかなと思っています。でもう一枚、これも蛍光ペンとか、さっきと同じような画材で描いて、ブラックライトで光るドローイングなんですけど、このイメージもちょっとキャンバスにしようと思って、ちっちゃいキャンバスにまた描いたんですけど、でなんか猫の絵になっちゃったんですけど、こういう風に変わりました。でさっき計画立てれないことが長所だって言ったんですけど、これでペインティングをこんな感じで描いたらいいなと思ったんだけど、ちょっと思ったのが、こうなったのこうなったのでいいんですよ。電球の部分が気に入ってるので、また新しく電球を描いて、また違うイメージで、このイメージをもとに何枚も何枚も新しい作品ができてくるんじゃないかなって思いますけど、やるかやらないかちょっとまだ決めてないですけど、そういうやり方もありかなって思います。でこのスケッチブックだけでも二十数枚の絵が描いてあって、でほとんどの絵私気に入ってるので、いくつかのキャンバスとかに描くアイデアが一つの絵からできるとすれば、二十何枚からは多分100とか200のアイデアが、 100枚とか200枚の絵がそれだけのアイデアで描けちゃうということになりますよね。そう、描くもののアイデアっていうのはもうそこら中にあって、無限に絵が描けるのではないかと思います。というわけで今日は私の描いた作品についてお話しさせていただきました。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。